こんにちは、快適アートです。春の絵手紙、今日は花水木の花を描いてみました。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、筆ペン、彩色筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。それでは筆ペンで線画を描いていきます。まずは花水木の真ん中のつぶつぶしたところから描いていきます。小さい丸をたくさん重ねるようにして描いています。次に下側に見えている花びらを描いていきます。柔らかい曲線で描き、先の方は割れている感じを描いています。右の花びらを描きます。ゆらっとしている様子をよく見ながら描いていきます。左の花びら、上の花びらも同じような感じで描いていきます。強弱のある線で描くとゆらゆらした感じが出やすいです。少し奥側に見えている花をもう一つ描いていきます。また花の真ん中から描き、大きな額の部分を描いていきます。斜めから見たような角度になっているので、花の形が平たく見えています。それぞれの花びらの特徴的な部分をよく観察しながら描いていきます。次に上の方に横から見た感じの花を描きます。また真ん中を描いてから手前の花びらを描きますが、かなり平べったく見えている感じです。左右の花びら、奥の花びらも描いていきます。左側に画面からはみ出して一つ花があるのを描いていきます。これははみ出していて花びらしか見えていない感じです。花が全部描けたので葉っぱを描いていきます。少しゆらっとしたシルエットで葉っぱを描いています。真ん中の葉脈と細い葉脈も描き入れていきます。くにゃっと曲がった線や細い葉脈の線などを組み合わせながら描いています。線画の描き方のコツについて動画を作ってみたので、もし気になる方は参考にしてみてください。どんどん葉っぱを描き足していきます。このチャンネルの絵手紙やイラストはすべて私のオリジナル作品ですので、動画を参考にして模写アレンジを自由に楽しんでください。気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。葉っぱが描けたら次は枝を描いていきます。それぞれの花にちゃんとつながるようにして枝を描いていきます。枝の途中で出ている葉っぱも描き足しています。こんな感じで線画は完成です。次に彩色筆を使います。紅梅を取ります。水を加えて薄めの色味です。花びらの縁側から塗っていきます。ピンクの花水木の花びらは花の中心側が少し淡い色になっていたので、花びらの縁側から色を塗っていっています。
色を塗るときは花びらのシワに沿ったタッチを意識すると綺麗に塗れます。次にもう少し水を加えて薄い色を筆に取ります。これで花びらの中心に向かって少しぼかしていきます。これも花のシワに沿ったタッチにすると自然な色ムラになると思います。次にもう少し濃いめの紅梅を取ります。髪が透ける程度の色味です。花びらの縁のところの色が濃い部分にのせていきます。これも花びらのシワに沿ったタッチで色を加えていきます。色が置けたら水をつけた筆で色の境界をなじませていきます。ピンクから白に移り変わる濃淡を花びらのシワに沿って塗っているのですごく自然な感じになると思います。色を濃くしたいところには後で付け足していきます。次に若葉を取ります。髪が透ける程度の色味です。花の真ん中の部分と葉っぱに下塗りをしていきます。次にウグイス茶ロクと青草を混色した黄緑色を作ります。これも髪が透ける程度の色味です。影になっているところや葉っぱの色味が濃いところに色を足していきます。細かいので筆先を使ってちょこちょこっと塗っていく感じです。次に水をつけた筆で色の境界をなじませていきます。次にウグイス茶ロクを取ります。髪が透ける程度の色味です。筆先でちょんちょんと点を描くようにして花の真ん中のところに色を足していきます。次にウグイス茶ロクと代謝を混色した茶色を作ります。髪が透ける程度の色味です。枝を塗っていきます。次に紅梅と新茶を混色して薄めの色を作ります。筆先を割って線が描けるようにして描いていきます。花びらのシワに沿った方向に筆を動かしてシワを描き込んでいきます。この細い線が入ることによって花水木らしい質感がより出てくると思います。
最後に若葉で花びらの先端の黄緑色っぽく色が変わっているところに色を足したら完成です。こんな感じで完成しました。春の終わりと初夏の始まりを告げる花水木と書きました。去年描いた花水木はこんな感じでした。まだ画材も自分なりに考えていろいろ使っていた時期です。同じピンクの花水木を描いているんですが、描き方も少し違うような感じで今回は描いてみました。今回のポイントはタッチを意識したグラデーションで花びらの色を塗り、筆先を割って細い線を描いて質感を出したことです。ご感想、ご意見、リクエストがありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。快適アートのツイッター、インスタグラムもフォローよろしくお願いします。ハッシュタグ、快適絵手紙のタグで皆さんの絵も共有してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。